これはとある場所の小さなレストランの物語。そこは人生でたった一度しか訪れることができない最後の晩餐をとるためのレストラン。最後の晩餐にはお相手が必要になります。すでに他界されている方になりますが、一緒に食事をしたい人を選んでください。いただきます。いただきます。美味しいものを食べたければ、何を食べるかを悩むより誰と食べるかを悩んだ方が美味しい料理にありつける。お口に合ったようで何よりです。もう会えない良い旅を。